安野奈々は日本の女性モデル、レースクイーン、東京都出身。愛称はナーチャ、イースマイル所属。2012年頃からイベントコンパニオンとして活動を始め、2015年、スーパー GT、レオンレーシングレディのメンバーとしてレースクイーン活動を開始。2016年1月、ネットアージュからイースマイルに事務所を移籍。 同年と2017年2018年の3年連続でアップガレージドリフトエンジェルスのメンバーを務める。歴代のドリエンとしては日の霊下に並ぶ在任期間となった。この間2017年にレインボー7色、2018年に七づくしといったソロイメージビデオをリリースしている。2019年からはスーパー GT500 クラスレクサスチームウェイスポートバンドを ベスポートレーシングギャルズとして活動。だがこの年のシーズン途中、相方だった、博士良が諸事情により活動辞退したため、同年9月のオートポリス戦から2020年2月7日に、久保田杏奈と友本桃が就任するまでは安田のみとなっていた。また新型コロナウイルス感染拡大に伴う、レース日程の変更もあってか、コスチュームの公式なお披露目が、 RQ 発表から4ヶ月後の YouTube チャンネル内とファンをじらすような演出も見られた。2021年も3年連続でウェッツの RQ を務めることにより、所属するイースマイルは6年連続でウェッツのレースクイーンを輩出することになった。同年、雑誌、デトナ2021年9月号ボリューム356に手見開き2ページの特集記事が掲載。 週刊朝日芸能病史グラビア、経済コンテストにおいて1位を獲得し、週刊朝日芸能2021年9月9日号の表紙を飾った。2019オートバックススーパー GT ラウンド62019年9月7日から9月8日、オートポリス2016.2018年、小山桃2017年、今井緑2019から2021年、 安田七七、二2021年、宮本里夫。その後、プラチナムプロダクションに移籍したが、現在は退所。佐野は2011年、2013年、2014年に、ウェッツのレースクイーンを務めていた。他メンバー、安藤茉貴、泉えなたメンバー、足利屋、近藤雅美、松島栄美、南誠、萌木七海、ドリフトエンジェルスとして出演。事務所の先輩の助、 さきありとも共演、動画プレスリリース、ありがとうございます。